トルコで暮らすセマル・シェンチュルクさんはある日突然倒れ救急搬送されました。予測していなかったいきなりの入院。目を覚ました彼には気がかりな存在がありました。そして同じようにセマルさんのことを気にかけ心配している子が病院の外に。お互いに相手のことを心から思い、すぐにでも会いたいと願っていたのです。セマルさんが救急車で運ばれたのは2021年1月のこと。脳卒中を起こして倒れてしまったのです。メディカルパーク病院に搬送されたセマルさん、彼には大切なパートナーがいました。一緒に暮らしている小さな白い犬ボンククです。ボンククは飼い主であるセマルさんが救急車に乗せられるのを見ていました。何か起きたんだ。ボンククにも大変なことが起きたのが分かりました。飼い主さんが危険だということを察したのです。そして大好きな飼い主さんが心配なボンククはすぐに行動に出ます。救急車の後を懸命に追いかけたのです。必死にセマルさんを追いかけ病院までたどり着いたボンクク。心配で心配で病院の外で待ち続けます。飼い主さんの家族が連れて帰ろうとしますが、それを拒否し続けました。それはなんと数時間も続きます。ボンククはどうしてもセマルさんと離れ離れになりたくなかったのです。また元気になってほしい、その思いは強く、そばにいたいと心から思っていたのでしょう。飼い主さんの家族に強引に連れて帰られましたが、ボンククはまた抜け出して病院へ行き、入り口のドアの外で飼い主さんを待ち続けました。一方、セマルさん自身もボンククのことが心配で仕方ありませんでした。いつも一緒にいる大切なパートナー、自分がそばにいなくてどんなに心細い思いをしていることでしょう。何よりもボンククのことが気になります。きっと不安に思っていることだろう。お互いを思うセマルさんとボンクク、早く会いたい。彼らの思いは同じでした。けなげに毎日病院へやってきては、外で飼い主さんを待ち続けるボンククは病院のスタッフたちの間ですっかり有名になりました。優しいスタッフさんからご飯をもらい、相変わらずじっと待ち続けます。その様子に心打たれた病院は、ボンククがセマルさんと会えるよう特別な計らいを思いつきました。大好きな飼い主さんのベッドまでボンククが近づくことを許可したのです。ずっと心配していた相手の顔をやっと見られることになったセマルさんとボンクク。大好きなパートナーにようやく会えて、どんなにほっとしたことでしょう。お互いの声や体温を久しぶりに感じ、無事にまた会えたことを喜び合います。そうしてお互いの存在がどれだけ自分にとって大切なのか、改めて実感することとなりました。ボンククのお見舞いで元気を分けてもらったセマルさんは、入院を6日で終えることができました。ボンククの早く元気になってほしいという願いが叶ったのです。大変な出来事でしたが、今回の入院で彼らの絆がますます深まったのは間違いありません。パートナーと過ごす穏やかで幸せな毎日は、お互いの命があってこそ。飼い主さんを心配し続けた小さな犬のボンククが、命の大切さを改めて教えてくれました。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。